心が安らぐ人生相談チャンネル、渡辺夫婦の二人ごと。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。はい、お久しぶりです。渡辺夫婦の大輝です。お休みね、新規放送の収録をお休みさせていただいて、3週間ぐらいかな、お休みさせてもらってたんですけど、今日から復活します。お待たせしました、ありがとうございました。まあ良かったなと思います、お休みしてみてね。やっぱこう最近皆さんからのご相談とかお悩みを聞いて、まあ僕なりにね考えてどうかなこうかなということでお話ししてっていうことをで放送してること多いんですけど、やっぱこう自分の心が安定してないと誰かの悩みに寄り添うっていうのが、まあ、できないですよね、自分に余裕がなかったら。なんで自分自身の心と体を整えるっていうのはね、改めてこの配信ね続けていくにおいてもやっぱ大事やなと思ったので、これからもまあお休みっていうのは、なんかしたいなと、ちょっと休みたいなと思ったら素直にね休んで、でその分また復活した際にまあフレッシュな気持ちでね、この配信レターに向き合っていければなっていうのを改めてね思いました。で今回の放送ではまあお久しぶりですというかご無沙汰してますということで、まあ改めてなんでね休んだのかっていうことであったり、休んでた期間何してたのかとか、まあ、今後どうしていきたいみたいなざっくりした話をいろいろね思いつくままにできればなと思います。まあ新年ということもあるので、今後のこともね話していければと思ってます。でまずなんでねお休みしたのっていうことなんですけど、これはまあ年始のね休みますっていう告知の放送でも大体お話ししたので、まあ簡単にさらいつつ補足したいと思うんですけど、まあちょっと僕もなんかね心がモヤモヤするというか、あんまり調子良くなかったんですよ、ここ最近、年末ぐらいにかけて。なんか調子悪いなみたいな。で、それはいろんなね、要因が多分あったと思います。で、きっかけは、その年末に、まあ、かねてからね、いろんなところで名前出させてもらってる、ようこさん、カウンセラーのね、知り合いのというか、友達のというか、人生の先輩のと言ったらいいのか分かんないですけど、まあ、もう、かなりお付き合いも、長くなってきたようこさんのところに遊びに行ったんですよね、2人で。でその時にいろいろ話してて、まあちょっとね僕もなんか最近調子悪いんですよねみたいな話をしてて、まあそこでね気づかしてもらったことでもあるんですけど、やっぱね知らず知らずのうちに無理してたらしい。だからこれ、ね、気づかないから難しいですよね、自分の心のこととか体のこと。なんかまあ今日ねしんどいなとか頭痛いなとか、食欲ないなとか、そういう体調の変化ってみんなねよくわかるというか、あなんか今日だるいなとかね、そういうことを感じる日はあると思うんですけど、それってなんかその単発の単にその日頭痛いなだけじゃなくて、なんか日頃のなんかが溜まってたりとか、日頃ちょっと我慢してる、無理してる、ほんまやりたくないなと思ってんのにやってるとか、なんかそういうことが原因でなんか慢性的にしんどい感じになってたりするんですよね。で僕は多分ねそんな感じになってたなっていうのを年末気づいたんですよ。で例えばなんですけど、増量しますって言ってたじゃないですか、去年の夏ぐらいから言ってたんですけど、その筋トレしてで食べる量も増やして、まあ僕かなりね細身の体型ずっとまあもう脂肪も全然つかへんような体質なんで、まあ、細いんですよ。でそれをまあなんかちょっと筋トレハマったっていうのもあって、筋肉つけたろかなと、体もねちょっとごつくしたろかなっていう、風になりまして、去年の夏ぐらいから筋トレやったり食べる量増やしたりとかやってね頑張ってたんですよ。で頑張ってたんですけど、僕的にはね振り返るとその頑張り出した時ぐらいからあんま体調良くなかったなって思います。なんかね食欲もあんまり湧かへんし、なんか頭
痛いっていうか、なんかそのボーっとするなっていうか、なんか日中眠くなったりとか、なんか気持ちもすっきりせえへんなみたいな日が多くなった気がするんですよね。で、多分その原因の一つがその増量で、で何が良くなかったかっていうと、いやそれはね、筋トレして食べてて、そのなんか栄養もね気使ってるし、なんか健康的なね、一見健康的な生活してるんですけど、何が良くなかったかって、僕あんまりね食べたくないなって思う時も無理して頑張って食べてたんですよ。ほんまは別にお腹すいたみたいな、そういう感覚もないし、なんならもうちょっと別に食べたくもないなっていう時に、いやでも増量せなあかんから食べとこう食べとこうみたいな、もうちょっとでもカロリー稼いでくっていう感じで頑張ってて、それがまあ積もりに積もって、なんかこう日中の、体のなんかしんどさとかに出てたり、まあ、メンタルもねあんま良くない日もね多かったと思います。でそれは多分毎日毎日食べたくもないのに食べたりとか、増量ね増量してみようかなって思って頑張ってたんですけど、多分ね本音はいや別にせんでよくねって思ってた、あの自分のなんかこう深層心理っていうか本音の部分では、いやそんなねゴリゴリマッチョ別に目指さんでよくねみたいな、今から体重10キロ増やしてどないすんのって僕の本心は多分思ってたんです。でもちょっと頑張ってみようっていうので、その本音と逆のことをしてた。あと多分ね、僕の本心的にはそんな10キロ増やしてゴリマッチョなんかなれへんというか、なかなかそれは難しいんちゃうかとも思ってたんですよ。だから自分の限界を自分の本心本音の部分では分かってたというか決めてた。いやそんなね多分ゴリマッチョまでなんの大変やぞって思いながら頑張ってたんですよ。だからねもういろんなところでこう矛盾抱えながら増量頑張ってて、でそれがね結構きつかったんちゃうかなって思うんですよね。でまあそんなこんなで僕も考え改めて、もう増量いいわと、ゴリマッチョなんかならんでええというふうに考え変えまして、筋トレはするんですよ。筋トレするし、ご飯も食べれるときはできるだけ食べたいなと、あの体重もちょっと増えたんですよ。6キロぐらいは増えたんかな、うん、5、6キロはその筋トレ前というか、そのやる増量する前と比べたら増えてて、でその増量ちょっとできたのと、筋肉も若干ついたのは個人的には嬉しいんで、これは維持したいと、まあ、できたらもうちょっと増やせたらいいなっていう思いはあるんで、でもまあ無理しない。筋トレもまあ言うてめんどくさいししんどいんですよなんで、まあできる範囲でやるし、で増量も食べれる範囲で食べるしね、お腹空いてなかったら無理に食べんでいい。わあこれせっかく間食でね、ここでカロリー稼いどかないと一日のカロリー少なくなるなとかね思ったりするんですけど、その時食べたくなかったらもう食べないっていう、でそういう風にねだいぶ方針変えました。ってすると、その方針変えたのが年末からなんですけど、もう1ヶ月ぐらいでだいぶ良くなったと思う。体調なんかお腹全然すかんかったり、頭ぼーっとしたりする日、なんか体だるいな重いなっていう日多かったんですけど、ずいぶん減ったし、なんかこう気分も良くなったと思う多分ね、うん、だからそれが原因きっかけなんかどうか、まあ、よく分かんないですけど、でもう実際こう良くなってるんで、まあだからね無理になんかこう増量しよう増量しようって頑張り続けたらもっとしんどかったんちゃうかなと。いやもういいやんそんなんと、何のためにそれやってんの、結局自分のためじゃないですか。なんかその増量するとかダイエットするとか自分のためにやってることで、でもその自分がほんまにそれ望んでんのみたいなね、ほんまはもっと食べたい人がいや我慢せな我慢せなってねダイエットしたりすることもあると思うんですけど、それでほんまに幸せなみたいな、逆にそれでメンタル病んだりとか体調崩したりしてないっていうね、なんかそっちも大事やな。結局ねもう自分が楽しく幸せに生きれたらそれでいいことなんで、なんかその塩梅、なんか無理になんかその理想を求めてないか、でそのしかも理想っていうのがほんまに理想なんかっていうね、口ではそれはねいい体になりたいとか痩せたいとかね美ボディになりたいとか言うけど、ほんまにそれ自分の心の中で望んでます？
もう今でいいやんとか思ってたら今でいいんかもしれん。そんなことをね思いました。いやだからほんまになんか健康って、例えば健康でもお酒の量はこれぐらいとかね、ご飯は腹8分目とか、栄養バランスがどうのこうのとかね、そのまあ万人に当てはまるこうした方がいいよっていう指針はあるけど、結局自分の体って自分が一番よく知ってるのかなと思ってて、だからめっちゃ食べたくなる人はまあそれが別に絶対いいってわけじゃないと思うんですよ。それ食べ過ぎたら良くないのはもちろんそうなんですけど、でもなんかある程度食べたいって思うんやったら食べる方が幸せなんかもしれん、わからんけどね。で食べたくないと思うんやったらね、いくらなんかその栄養がどうのこうのとかね、増量したんやったらカロリーもっと取らなあかんとかね、糖質がどうとか脂質がどうとかタンパク質がどうとか言うけど、なんか食べたいもん食べるっていうのが実は意外とこの体に正直な行動なのかなという気もして、なんかそんなことを思いましたね。難しいですけどね。じゃあなんかもうポテチばっかり食べたいか食べますっていうと、それは不健康やとは思うんですけど、なんかそういう側面もいるなと思って、なんか世の中ね、ネットで調べたらこれがいいとかあれがダメとかいろいろ出てくるじゃないですか。まあそれは もちろん大事な情報やし、やっぱ健康、例えば健康で言うとそれはね、見過ごせないというか無視できないことなんですけど、でもじゃあ自分が必要なもの、自分の体が必要としているもの、体と心が必要としているものって自分が一番分かってる、なんかそういう側面も持ってたらいいんちゃうかなって思いますね。なんかこれじゃないとダメとか、これ食べるべき食べないべきっていうね、べきべきばっかりで自分の食生活とか生活習慣決めてたらしんどいじゃないですかね。寝る前はこれ食べの控えた方がいいとかね、飲むの控えた方がいいとか、朝起きたらこれするべきとかね、いろんなね、こうノウハウというか情報ありますけど、まあそれもありつつ自分が何したいかっていうのも大事にしたいなっていう、まあそんなことを気づきましたね。なんか改めてというか、でもう一個個人的に気づいたことが、まあこれも年末陽子さんのとこ行って喋りながら気づいたんですけど、僕も自分の心を見ないように実はしてたっていうことを気づきましたね。っていうのも、まあいろんなところでお話しした、まあ前の声日記とかでよく話してたのかな。その僕はスタンスとして今ね、ハーンっていうかその妻がいろいろカウンセリング受けたり心理学のセミナー行ったりとかして、すごいなんていうかな、まあ、自分のことを見つめ直したり、これからのことを考えたり、いろいろ変わってるじゃないですか。ね、いろんな感情を吐き出して、今まで我慢してたこととか、満たされなかったものとかに向き合ってね、こういろいろやってるじゃないですか。で、その挑戦というか変化を僕は見守りたいなってずっと思ってたんですよ。なんていうかな、そのやる前からこれはやめときとか、そんなんやってももったいないとかね、意味ないとかね、そういうふうに否定するんじゃなくて、なんか、ユミがやってみたいなとか、これどうかなって思うことは、いいやんいいやん、やってみって言って、もうとにかくこう後を押してあげるというか、まあその変化、まあ僕もね、だってどうなるか分からんし、本人もどうなるか分からへんので、極力ね、いろんなことをしてさせてあげて、こうそういうね、大事な期間にしてほしいなって思ってたんで、まあユミを支えようってずっと思ってたんですよ。まあ今もそれは思ってるんですけど、あくまでもサポートしていこうみたいな、ユミのその気持ちに任していこうって思ってるがあまり、ユミを優先しすぎて自分の心をあんまり見てなかったってことにね、気づきました。なんか僕は別にそれでいいと思ってたんですけど、それだけやとやっぱね、自分の本心が分かんなくなってくるんですよ。これ実際ね、ほんまにそうでした。どういうことかっていうと、まあ、例えば細かい話なんですけど、僕例えばその毎日の中で、今日何食べたいとか、今何したいとか、そういうのあるじゃないですか。それに対して全くね、何もこれ食べたいとかそういうのが出てこなかったんですよ。今日はこれしたいな、したくないな、ここ行きたいなね、週末ここ出かけたいなとかね、そういうこう何々したいなっていうのが全然なくて、
で、まあ大体このご飯とかもね、夫婦で一緒に食べに行ったり家で食べたりとかするんですけど、今日ご飯何がいいみたいな、オイシックスね、普段作ってるんですけどオイシックスがない日もあるんで、わ今日放り出されてるとか言って、放り出されるっていう言い方するんですけど、オイシックス今日ない、放り出される日やみたいなで、晩ご飯どうするみたいな、何食べたいみたいな話するんですけど、僕いつもね何でもいいって、もうユミがなんか大体食べたいもんあったりするから、もうそれでいいよみたいな感じで言い続けてたんですけど、言い続けてるともうほんまにね自分が何も食べたくなってしまうんですよ。もう全く浮かばない、何食べたいもない、別に寿司食べたい、焼肉食べたい、ラーメン食べたい、鍋食べたい、カレー食べたい、もう全然何も思わへん、もう何でもいいよみたいな風になるんですけど、それがね多分どうも良くなかったんですよね。っていうのも、まあやっぱなんかね、人間誰しも何かしたいとかしたくないって少なからずあるじゃないですか。でその少なからずほんまはあるはずやのに、いや何でもいいよ何でもいいよ、サポートサポート、もうユミがしたいようにどうぞどうぞっていう風に譲り続けてると、もう自分がほんま今何食べたいなとかしたくないなっていうことを感じることすらやめてしまうですよね。だからその見かけ上というか、自分的にはいやほんまに別に今日何でもいいけどな、別に今特にこれ食べたいっていうのないけどなって思ってるんですけど、それってほんまに食べたいものがないからっていう日もあると思うんですけど、ほんまに食べたいものがないからというよりは、そもそも自分が何食べたいかすら考えてなくて、だから何でもいいよっていう風になっちゃってるっていう、もう本心を見ない、自分の本音を振り返らない、そんな習慣をずっと続けてて、半年というか1年ぐらい、まあ半年以上かな、半年ぐらいずっと続けてて、自分の本心がとうとう分からなくなるというか、もう見ない。だってどうせ見ても何でもいいよって譲っちゃうから、ね、自分の本心なんて気づかなくてもいいじゃないですか。どうせだって採用されへんねんから。ね、だからそんなこと続けてると自分のほんまにやりたいことやりたくないことが見えなくなってくるっていう。なんかそんなね、まあ、ちょっと大げさに言ってるかもしれないですけど、そんな事態にね、なってたなっていうのは振り返って、たんですよ。でそれはあんま良くないなと、やっぱ自分もねやりたくないこととかやりたいことあったりするんで、それにしっかり目を向けてあげる。でまあそれをこう自分だけで気づいて、あでも何でもいいよっていう結論を出すのもいいと思うし、あるいはまあそのほんまは自分は今これ食べたいかもとか、これ食べたいとか、ここ行きたいとか、自分はここ行きたいと思ってるけど最終はユミに任せるよとかね、まあとにかく自分がほんまにどうなんかなっていうのをちょっと考える、なんかそういうことも大事やなっていうのは思ったんですよね。でこれね、あの土曜日にあのああみんなの動物園でしたっけ、あの相葉くんがやってるやつあるじゃないですか、あの動物の番組テレビの、あれ見てて、その保護されたワンちゃんのトリミングをね、相葉くんと桜井くんが一緒にトリミングするみたいなやつ、この前ちょうどやってたんですけど、その時に、ああ、これ一緒やなと思ったんが、その、保護されるそのワンちゃん、もう毛玉いっぱいで、毛ボサボサで、全然お世話されてない、まあ、ブリーダーさんの、そのお世話の放棄、まあ、ネグレクトみたいな。のちゃうかみたいなこと言ってたんですけど、もう全然お世話されてないみたいな、ワンちゃんやって、そのトリミングでね、そのバリカンでブーンとかやって、犬の絡まった毛バーって剃ったりしてても全然嫌がらないんですよ、そのワンちゃんが。もう無反応、無表情、もうただされるがままみたいな。でなんかほんまはね、そのブーンってなんか嫌な音鳴ったりとか、足上げさせられたりとかして、こうバーって反られてると、なんか嫌がったりとかね、ちょっと抵抗したりとかしそうやのに、全く無抵抗で。で、これなんでかっていうと、その、獣医さんというか、その、看護師さんというか、っていう方が、こうちゃうかって言ってたんですけど、その、育児放棄、いや、育児放棄って言い方するのかな、まあ、その、お世話放棄されて、もう結局、お腹すいたとかね、お散歩行きたいとか、うんちしたよとかね、まあわかんないですけど、いろいろこうワンワンワンとかね、最初はアピールして
感情を出してたかもしれないけど全部無視されて、もうワンワンワン言ってもご飯くれへんし散歩も行かしてくれへんし尻尾振ってもね撫でてもくれへんしみたいなっていう状況がずっと続くと、もうなんかワンワン吠えても尻尾振っても意味ないわみたいな、そういう風に感情をね出して表現してももう意味ないわってなっちゃって、感情をねもう出さなくなっていくらしいんですよ。そういうこう保護されたような厳しい環境で置かれてたワンちゃんって、でああそうなんやと思って、ワンちゃんもそうなんやと思って、だからもうその自分の本心とかこれ今食べたいとかお腹空いたとか散歩行きたいとかもうそんなんすらもう感じなくなっていくというか表現しなくなっていく、もう無になっていくっていう、いやこれだから人間もそうやしワンちゃんもそうなんやなっていうのをなんかちょうどテレビで見て思ったんですよね。うん、だから何でもいいよ何でもいいよばっかり言ってたらもう自分がほんまに何したいかすら見なくなっていくし出さなくなっていくね。でもやっぱり何でもいい言うてもなんかちょっとこれ食べたいなとか今日はゆっくりしたいなとかねこれしたくないなとかあったりするじゃないですか。でもほんまはあんのに何でもいいよって言って見ないようにしてるとやっぱ本心とやってることがずれて苦しくなってくるみたいなね、なんか気づかずそういう状況になったりねするんやなと思って、まあ僕もそういうなんていうかなこう弓のサポートしようと弓のことを優先しようと思うが、まあまり自分のことを全く見なくなってたっていう、うん、なんかねそういうことをね気づかされたんですよね。でこれ不思議なもんで気づくだけでもねだいぶ効果があるんですよね。こういうのって気づくって そこで今までこう自分のこと全然見てなかったなっていうことに気づくだけでなんか自分の本心のねチビハーンっていうあのハーンの心の声はチビハーンって言ってましたけど、まあ、チビ大輝マンがああ分かってくれたみたいな、そうそうそうみたいな、ワイもそれは食べたいもんぐらいあるよって言ってる気がするなんかねあやっと見てくれたみたいな、そうそうそうっていう声がねなんか聞こえてきますわいやそうだから結局じゃあねその気づいたからといって今日これ食べたいあれ食べたいここ行きたいって言っていきなりねなんか自己主張激しなってこうなんかオラオラ主張しだしてみたいな風には別に変わってないんですけど、あんまりね見かけだから変わってないんですよ結局。あのまあ弓のこといろいろねあの優先というかあの、まあ、見守っていきたいなっていうことには変わらないんですけど、やっぱそうやってねあその裏で今までちょっと我慢してた部分はあったなって気づくだけで癒されるというかね、なんかそれだけで何て言うかなこう得体の知れないこうモヤモヤというかなんか心が重い感じっていうのはだいぶ軽くなった気がしますね。うん、まあだからちょっとなんか年末にかけてしんどいなっていう感じやったんですけど、まあ、特にこの増量その筋トレ増量特に増量かな食べることについてとそのまあハーンとの弓との付き合い方向き合い方と自分の心の向き合い方みたいなところにいろいろ気づいて、でまあ配信もねちょっとそんな状況でもあったんでね、そんな自分の実は自分がちょっと乱れてたっていうのを気づいた上であの皆さんのお悩みにね答えていくっていうのはちょっとあの荷が重いというか、あの今ねなんか自分の乱れたメンタルでいろいろ考えてお答えしてもあんまりねうまくいかへんのちゃうかと、僕自身もねしんどくなっちゃうんちゃうかみたいなところもあったんで、まあ3週間ぐらいちょっと、皆さんのレター読んで回答ね一緒に考えてみたいなのは、やめて、まあ、自分の、ことに専念してっていう期間にしたんですよね。でそうしてこうリフレッシュした後にこういろいろこうレターもね読ませてもらった方が多分あのいい回答って言ったらあれですけどいい話もできるんちゃうかとか思うし、まあ、自分もねリフレッシュしてあの臨めるんでいいなと思ってそんな期間にねさせてもらったんですよ。はい、まあ、まあなんかこう思い出しました。久々にこうやって個人で一人で喋ってこう喋り出すとねなんかもう言葉がうわー出てきてなんか気づいたら20何分喋ってるんですけど忘れてました。僕こうやって話がどんどん長くなっていくんやった。
はい、なんでまあ今後どうするかとかそういう話はまた次回の冒頭というかにしよっかな。うん、まあそんな別に大したねこれからの話なんでそんな長い話じゃないんですけど、まあまあ今ね多分話し出すとまたなんか15分ぐらいいきそうな気するんで一旦区切ってまた次回っていう感じにしたいと思います。でレターねこれからお答えもしていくんですけど、かなりねお待たせしてしまっている方もいらっしゃいます。そのお休み前にねいただいたレターとか、はい、なんでそれは本当にね申し訳ないんですが、遅くはなってるんですけど答えねこれからしていきたいと思ってますので、どうかねご了承いただければと思います。もうもしかしたらねそのレター送っていただいてるご本人はもうその悩みもうええわって思われてるかもしんないですけど、でもまあね人の悩みってその人だけのもんじゃなくて意外と同じことで悩んでたりとかねする方も多いですし、で同じことで悩んでなかったとしてもそのねレターを通じて何かこう感じることがあったり考えることがあったりで、それがね今何かにつながらなくてもこう後々ねあん時の話でこう今なんかこうやなみたいな風につながることもあったりするんで、まあ、ちょっとお答え自体は遅くなってるんですけど、まあ、レターもね、順次ちょっとご紹介もしていきたいなと、そういうね意味で、したいなと思ってますのでよろしくお願いします。はい、ではそんなところですかね、今回の配信は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。このチャンネルフォローすると最新の投稿を逃さずチェックできます。フォローは僕たちへの応援にもなりますので、まだの方はどうぞよろしくお願いします。またご相談も募集しています。あなたのお便りは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。ぜひ今のお気持ちを教えてください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。